イスマイル・ウルサイズ・アランダは、スペイン・パンプローナ県、トゥデラ出身の元サッカー選手。スペイン代表とバスク代表でプレーした。ナバーラ州トゥデーラに生まれ、レアル・マドリードの下部組織で育った。1989年、西軍ダ・ディビジオンに所属していた、レアル・マドリード B から、プロデビューし、1990から91シーズンには、UEFA チャンピオンズカップのオーデンセ・セビー決戦で、 トップチームデビューしたが、プリメーラディビシオンでは1試合も出場していない。1991から92シーズンはアルバセテ・バロンピエにレンタル移籍し、1991年10月のアスレティック・ビルバオ戦に途中出場してプリメーラディビシオンデビューした。1993年1月にはセルタデビー後にレンタル移籍し、6試合に出場して1得点を挙げた。 1993年夏には、ラージョ・バジェカーノに完全移籍したが、1994年夏には、UD ・サラマンカに、1995年夏には、RCD ・エスパニオールにとチームを転々とした。セグンダ・ディビシオンに所属していた UD ・サラマンカでは、リーグ戦で3得点しか上げられずにいたが、昇降格プレイオフのアルバセテ・バロンペー戦では2得点して、 プリメーラ・ディビシオン昇格に貢献。RCD s パニオールでは能力を見せつけ、ラージョ・バジェカーの戦でハットトリックを達成するなど13得点を決めてリーグ戦4位に貢献した。1996年夏にアスレティック・ビルバオに移籍し、11シーズンでリーグ戦367試合に出場して115得点を挙げている。 1996から97シーズンは自己最高の16得点を奪い、1997から98シーズンはリーグ戦2位に貢献した。その結果1998から99シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、同大会では10試合に出場して1得点した。 2001から02シーズンは再び16得点を挙げ、2002から03シーズンも14得点を決めた。11シーズンのうち6シーズンで2桁得点を挙げたが、2000年代後半には、下部組織出身のフェルナンド・ジョレンテが対等し、ポジションが重なるウルサイスは2007年夏にチームを離れた。2007年7月19日、 ガブリア・アルベルト・ルケなどのスペイン人が所属するオランダ、エールディビジのアヤックス・アムステルダムと一年契約を結んだ。UEFA チャンピオンズリーググループリーグのスラビア、プラハ戦でデビューしたが、わずか3試合に出場しただけで契約満了を迎え、37歳の時に現役引退を発表した。1988年、U-16 スペイン代表として UEFA、 U-16 欧州選手権で優勝した。世代別スペイン代表では通算41試合に出場して21得点と高い得点率を記録している。1996年10月9日、チェコ戦でスペイン代表デビューし2001年までに30試合に出場して8得点した。1998年にフランスで開催された 1998FIFA。 ワールドカップのメンバーからは漏れたが、2000年には UEFA 欧州選手権2000に出場した。1997年にはバスク代表デビューも果たし、2005年までに7試合に出場して2得点した。代表での得点、ありがとうございます。